やあ、高須。今日は世話になるな。おお、なんだ、もう揃ってたのか。大先生に電話したら、学校で部活終わったところだって言うからさ。高須ん家に直で集合するのがちょうど都合良かったってわけ。だいぶ待たせちまったか。いや、そうでもない。ついさっき来たばっかりだ。でもさ、男3人がこんな何でもないところでたむろってるのはちょっとあれだったよね。なんか怪しい感じみたいなさ。どんだけ後ろめたい生活送ってるんだよ。意識しすぎだって。後ろめたいってあれ？ちょい悪ってやつ？頭の方はちょい悪どころじゃないってオチだな。相変わらずひでえよな。そりゃ俺は自分でもアホだと思うけどさ。学年主任にまでバカキング呼ばわりだったけどさ。けど悪いのは頭だけだぜ。ああ、春田が概ね善良な人格であることはクラスのみんなも認めるところだから安心していいと思うぞ。本当に？やっぱ北村大先生見てるところが違うよな。同じメガネなのになんでのどっちはそう残念な感じなの？残念呼ばわりされる方がひどくないかな。あっていうか、こんなところでいつまでもアホな話してねえでさっさと家入ろうぜ。寒くないのかよ。まあそういうのは全然平気。やっぱバカは風邪ひかないみたい。よし、北村、のと行こうぜ。ああ、そうしよう。俺、そういえば初めてだよね。ちょっと待った待った。ま、適当に座ってくれ。お邪魔します。さすが高須、綺麗にしてんね。だよね、俺の部屋とは大違いだ。高須家はいつ来ても塵一つ、埃一つも見つからないんだ。さすがとしか言いようがない。まあ学校ですらあんな調子だからね。あんなってのは？ああそっか、高須は学校でもその高須帽だっけ、いつもロッカーに常備しててさ、暇さえあれば窓の桟とか綺麗にしてんだよ。そんな高須の家だからな、この状態は至極当然といえば当然だな。無駄に持ち上げられるのもなんか気持ち悪いぞ。ああ、コートはそこのハンガー使ってくれ。すまんな。そういえば、やす子さんは？で、高須のお袋さん？ああ、晩飯までには戻ると思うんだが。って、春田は何をしてるんだ？いやいや、ほら、噂のタイガーの家ってどれかなと思ってさ。隣って話だよね。ってことはあれ？あの窓？まあ、あれではあるが、あんまジロジロ見てるの気づかれたら間違いなく怒鳴り込んでくるぞ。そん時は逃げるから大丈夫。そんな暇があればいいけどな。いくらタイガーでも飛んでくるわけにはいかないっしょ。それが飛んでくるんだ、やつは。マジで？ああ、マジだ。気をつけるよ。ただいま。おお、ずいぶん話し込んでたんだな。もうすぐ飯できるぞ。ああ、うん、ありがとう。明けましておめでとうございます。お邪魔してます。あら北村くん、おめでとうございます。今年もリュウちゃんともどもよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。やす子、同じクラスの野戸と春田。あらあら、はじめまして。いつもリュウちゃんがお世話になってます。野戸です。今日はお招きいただいてありがとうございます。あ、春田です。たかっちゃんのお姉さんですか？いくつに見えます？ズバリ23歳。当たり。当たりじゃねえ。結局やす子はいつもそうなのな。あん、りゅうちゃんネタバレ早すぎ。ネタバレ？いや、聞いてたからよかったけど絶対勘違いしますって。うん、実は俺も野戸や春田の反応が楽しみだったんだ。ほら、りゅうちゃん
んと北村くんと打ち合わせしといてよ。はいはい、嘘つきはエンマ様に舌抜かれちまうぞ。ほら、余計なことするからハルタが混乱して固まっちまってるじゃねえか。全然わかんないよ。何がネタバレで何が勘違い？ヤスコは俺の実の母親だ。あ？改めまして、リュウジの母のヤスコです。気持ちはわかるぞ。俺も初めてヤスコさんに会った時は驚いたもんだ。惚れる前に分かってよかったな、ハルタ。ほら、いつまでもアホな話してねえで飯にすっぞ。今夜は水炊きだ。はい。タカちゃんが記憶喪失？し、声がでけえ。下の大家はイコールが早いんだ。静かにしてくれ。でもみんな知ってたの？なんか反応少ない？もっと驚いたりしていいんじゃね？っていうか、今まで知らなかったことの方が驚きだよ。そういえば言ってなかったかもな。けどそれなりに話す機会はあったはずなんだが、ずっと気づかなかったのか？全然。今夜は高須の記憶探しも兼ねての集まりと聞いていたんだが、なんだ、ハルタには言ってなかったのか。あー、そういえば言ってなかったかも。なんか今日は俺っちみんなにはめられまくってるよね。やっちゃんのこともそうだしさ。何言ってんだよ、あれですっかり打ち解けてたくせに。なんだよ、やっちゃんって高須のおふくろさんだぞ。けどさ、お仕事モードのやっちゃん、やっぱ高校生の親には見えなかったよな。すげえよな。やすこの店に行けばいつでも見られるぞ。ま、酒が飲めるような年になってからじゃねえとまずいけどな。わかった、大人になったら稼ぎまくって常連さんになるよ。よかったな、高須、これでやすこさんの店も安泰だ。いいのか、それで。世の中ギブアンドテイクだ。俺たちもそろそろ今夜のギブの部分を果たさんとな。とりあえず俺は高校に入ってからの写真を持ってきたぞ。おお、さすが大先生、準備がよろしい。記憶探し？ごめんよタカちゃん、俺何にも協力できなさそうだ。っていうか、むしろ俺の記憶も探して。俺に言うか、それを。とはいえ何がヒントになるかはわからないぞ。ほら、ハルタ、一緒に写真見て何か話してやったらどうだ。そうだよ、ハルタ、俺だってそんな大したもんは、とりあえずパソコンに保存してた写真とか携帯に写して持ってきたけど。ああ、携帯の写真か。それなら俺もあるかも。なんつうか、みんなありがとな。よし、写真を見てる間に俺は高須の部屋を少し荒らさせてもらおう。何かヒントになるものがあるかもしれん。見られたらまずいものはあるか？そんなの見つかるようなところにあるわけないだろう。なるほど、男同士でもあっち方面の思考をさらけ出すのには躊躇する方だったか、高須は。まずそこに発想が行くのはどうかと思うぞ、北村は。高須さ、話してて思ったんだけど、なんかもうほとんど大丈夫なんじゃない？とりあえず高校入ってからのことはだいたい思い出せるじゃん。そうか、まだ今一つ不安なんだが。あまり細かいことは俺だって忘れていることもあるぞ。全部覚えてる方が異常なんだし、とりあえず大まかなところは大丈夫だと思うが。どう？なんつうか時間の流れみたいなのはつながった？そうだな、あんまり昔のことは思い出せるもんでもねえんだろうし、ここしばらくはだいたい繋がった感じだ。ま、俺たちにできることはこの辺りまでだろうな。共有している記憶はだいたい埋まったと思うぞ。二人ともありがとな、本当に。気にしない気にしない。と、もう一人協力者がいたはずなんだけど。ハルタはさっきからベランダで何をしているんだ？ハルタ、何してんだ？視力の限界に挑戦中。だからさっきも言ったろ、見つかったら怒鳴り込んでくるぞ、タイガのやつ。タ
丈夫。明かりついてるけど人影は見えないし、それにほら、あれって絶対パンツだよね。なん？ほら、あの窓のとこの白いの、さっきチラッと見た時から気になっていたんだけど、ここに来て確信したよ。タイガーのパンツだ。やっほーい。確かに。ってそうじゃねえだろ。おお、それっぽいね。うん、パンツだな。な、お前ら、っていうか北村まで、お前止める側じゃねえのか、こういう時は。だがしかし、女子の下着類に興味を示すのは男子として至極当然、健全極まりないじゃないか。だよね、さすが大先生、話がわかる。興味ないってのはむしろ失礼にあたるよね。お前らつうか元はどこの外国人だよ。なんかさ、手を伸ばせば届きそうじゃね。窓のロックも開いてるし。おいこら、何考えてんだ。ちょっと試してみるだけだって。うわあ、陽性、晴れた。やめるんだ、危ないぞ。けど意外と、あ、うわあ、あ、じゃねえだろ。おお、なんとか大惨事は免れたようだな。よかった。よくないよ、これ全然身動き取れないよ。いいから騒ぐな。お前この状況見られたら通報されるぞ。ああ、そっか。とりあえずこの高さならはしごを足場にして降りられるだろうか。だね、高須、下の大家さんに借りられる？いや、この時間はもうまずいし、それにこんなのバレた方が余計まずい。どこか近くで借りられるようなところはどっかねえか。だったらこの近所に生徒会の後輩の家があるんだ。早速行ってみよう。いきなり行って平気なの？歩きながら電話する。事態は一刻を争うからな。悪いが、のと一緒に来てくれるか。当てが外れたら他を当たらなくちゃならん。了解。高須は春田についててやってくれ。春田、しばらくの辛抱だからな。わかった。頼んだぞ。任せとけ。高須も頼むな。おう。高ちゃん、なんかごめんね。それは後で、みんなの前でたっぷり聞かせてもらうから。それより耐えられそうか？ああ、うん、それは平気だよ。ほら、この出窓のとこちゃんと掴めるし、足の方もきっちり引っかかってるから。そうか、しばらく我慢しろ。多分ずっと大丈夫。このままいつまでもいられるくらいだぜ。そうか、だったらいいんだが。しかしそうなると今度は、あのパンツの方が気になる。いや、いやらしい意味なんかじゃないぞ。そうじゃなくて、こう整理整頓の血が騒ぐというか。誰に言い訳してるんだ俺は。ああ、しかし血が騒ぐ、騒ぐぞ。タカちゃん、何ブツブツ言ってんの？いや別に。待て、落ち着け。いやだが、花も恥じらうという年頃の女子のパンツがこうも野郎どもの目にさらされているというのはいいのか。いかんだろう。いっそタイガに電話して。いや、そんなことしたら春田が殺される、間違いなく。どうしたものか。タカちゃん、春田、その体勢のままずっといられそうだって言ったよな。言ったけど。人を乗せても平気そうか？どうかな、いけるんじゃないかな。よし春田、ちょっと上通るぞ。マジ？すまん、すぐ渡るから。ああ、早く、腕が死ぬ、俺落ちる。なんとかなるもんだな。いや、なってな
ないから。タカちゃん何考えてんだよ。し、結構声響いてる、気づかれるぞ。わかったよ。しかし何なんだこの散らかりっぷりは。いや、わかるわかるぞ。リビングの方をひとまずきれいにしようとして、なりふり構わずこの部屋に放り込んだに違いない。タイガがバタバタしてる姿が目に浮かぶぜ。おっと、ここで整理し始めたら侵入した跡を残すようなもんじゃないか。部屋をきれいにしていく空き巣なんてすぐ特定されそうだ。とりあえずうちから見えてたパンツだけは移動して、これくらいならバレないだろう。よし、ハルダ、きつくなったらこっちから腕を支えてやるから行ってくれ。部屋に引き上げるのは失敗するかもしれんから。ああ、そのために渡ってくれたの。そうだったんだ、ごめんよタカちゃん。一瞬あのパンツが目当てかと思っちゃったよ。ま、とりあえず北村たちが戻るまでおとなしくしていようぜ。オッケー。なんたる罪悪感。お、どうしたのタカちゃん。いや、なんか隣の部屋から大声が。自分だけ知らんそうなんだ。もうふざけんな。あの声は川島？タイガと喧嘩してんのか？タカちゃん。いや、ん、急に静かになったぞ。ごめん、ちょっと頭冷やしてくるわ。しばらくほっといて。ん？こっちに近づいてくる。やばいぞ、ハルタ。誰かこっちに来る。マジ？とりあえずカーテン引くからな。やばいやばいやばい。隠れねえと。はあ。バカ。バカバカ。もう。なんてバカなこと。なんだよ、さっきまであんな威勢よく怒鳴り散らしてたくせに。寒っ。何よ、窓開けっぱなしにして。こんな真冬にバカなんじゃない。窓に、やばい、どうする。ベッドの横に隠れてるでしょ。な、こっちかよ。人呼ぶわよ。こうなったら、くそ、俺だ。し、頼む、騒がないでくれ。これには深い事情があって。なんで高須くんが ここに。え、事故なんだ。不幸な事故があったんだ。それでどうしてもここに来なきゃならなかったんだ。事故？何？何事？頼む、落ち着いてくれ。何なのよ。で、ベランダでバランス崩したあのアホを支えるためにこっちに渡ってきたってこと？分かってくれたか。他に理由なんて見当たらないし、タカスくんがよからぬことを企んでってのも考えにくいし。ふぅ、意外と信用されてんだな。パンツのことは伏せといて正解だった。何より動かぬ証拠が窓の外にいるしね。アミちゃん信じてくれたんだね。そうね、ハルタくんが救いようのないあれだってのは確信したかも。ごめんよ、俺アホだからさ。せっかくぼかしたのに、なんかあまりにあんまりな状況にアミちゃん呆れて、もう何にも言う気になれないわ。ここでカーテン閉めるか。アホが映るから。病気かよ。そういえばそっちこそどうしたんだよ。笑いに来た割には怒鳴ったり落ち込んだり忙しそうだな。
余計なこと言うんじゃないわよ。なんならタイガー呼んでもいいんだからね。おお、すまん。単にちょっと聞きたかっただけだ。昼に外で会った時とはえらい様子が違うと思ってさ。別に、ただあんまりみのりちゃんがムカついたもんだからちょっと煽ってやっただけよ。櫛枝を？どうしたんだ？別に、なんでもない。なんでもなくはないだろう。それよりさ、高須くん振られたんだって？おお、なんでそれを？ち、声が大きい。お、すまん。タイガーにね、さっきみのりちゃんが来る前に聞いちゃった。あいつ、余計なことを。けど絶対おかしいんだってさ。ありえないんだってさ。高須くんが気持ちを思い出せば次は絶対うまくいくんだってさ。だから高須くんに妙なちょっかい出すなって釘刺されちゃった。ねえ高須くん、好きって気持ちは思い出すものなのかな？わかんねえよ。だよね。思い出すかどうかじゃなくて今好きかどうかよね。何が言いたい？もしかしたらこれが最後のチャンスよ。ほら、私の手を取ってあの窓から連れ去ってみない？どういう意味だ？そういう意味よ。それくらい思い切ったことすればいろんなごたごたにもきっとあっさり蹴りつくよ。ハルタの上を通ってか？なんだよ。本気なわけないでしょ。なーに引っかかってんのよ。引っかかっちゃいねえよ。事実を言ったまでだ。どうだか。いつまでもみなみを言い訳にするんじゃない。今のみのりちゃんだよね。それより自分はどうなの？あんたの気持ちは？なんだ、今度は櫛枝とタイガーが喧嘩してんのか？ま、それなりに焚きつけたからね。お前のせいかよ。高須くんのせいでもあるよ。は？なんだよそれ。ちょっと様子を見てみようよ。何する気だ？いいから高須くんも来なって。お前、盗み聞きなんて悪趣味だぞ。いいのそんなことは。それより高須くんも聞いたら？うん、聞いとくべきだと思う。マジかよ。冗談でこんなこと言わない、あんたはね、結局あの父親に依存してるのよ。そんなことない。あるの、どんだけ裏切られても許すのがいい証拠だよ。許してなんかないもん。どうかなそれは。経済的な意味はとりあえず別にして、あんたには父親という存在がやっぱ必要なんだよ。勝手に決めつけると、いくらミノリンでも。いいから聞きな。だからね、実の父親がああである以上、タイガには高須くんが必要なんだよ。あんたをよく見てる私がそう断言するの。父親が欲しいわけじゃない。ミノリンおかしいよ。じゃあ何、龍二を私に譲るために振ったとでも言うの？なんでミノリンに電話したのに龍二が来るの？すっごい迷って迷って、でもマフラーあのままにしとけなくて、団長の前でミノリに電話したのに。そこまでして私にリュウジをあてがいたいの？ねえ、なんで？なんでよミノリ。言ったところでわかんないよ。そんな譲った譲られたなんて言ってるようなお子様には絶対わかんないね。わかってたまるか。はい、ここまで。ちょっとあっちの部屋戻ろうか。おお。ほら、なんとか言ってみなさいよ。いや、なんつうか、聞いてはいけないものを聞いてしまったというか。当たり前のこと言うんじゃないわよ。
いやしかしちょっと混乱してるんだが、串枝が言うにはタイガは俺のことをその、いやけど確かタイガのやつは。ねえ、それってさ、高須くんの思い込みなんじゃない？タイガーやみのりちゃんに何聞いたか知らないけどさ。でも少なくとも優作のことはもう過去の話だと思うな。もしくはそこから新たな段階に入ったか。だから脇に置いといた方がいいんじゃない？さてと、こうなったのは誰のせい？なんて今更言っても仕方ないけどさ。けど多分だけど、高須くんから動かなきゃ収まらないと思うけど。おう、分かってる。とっとと蹴りつけて、教室にまで持ち込むんじゃないわよ。分かってるって。それにしてもみのりちゃんもずいぶん言ってくれるわよね。自分のこと棚にあげてすっとぼけるから。ああもうすっごいムカつくんですけど。ま、あのクソチビタイガーも問題あるけどね。素直になりゃいいのに、なんで意地張るんだか。別に無理して自立することないし、依存したりされたりしてるカップルなんて世の中に5万といるっつーの。ねえ、聞いてる？ああ、聞いてる。どうだか。さてと、そろそろ止めに行ってやらなきゃね。ったく、せっかくリセットされたと思ってたのに、結局そんな役回りだな、私は。いい？高須くん、もう一度言うけど、高須くんから動かなきゃ多分もう収拾つかないからね。ちゃんと肝に銘じなさいよ。それでちゃんと蹴りつけるのよ、あの二人のこと。と、外で橋掛けてるアホのこと。おう、そうだな。学校始まったら1週間毎日自販機でなんかおごってもらおうかな。口止め料ってことでよろしくね。おお、いかん。ハルタ、無事だったか？忘れてたよね、俺のこと。んなわけねえだろ、もう少しの辛抱だからな。多分だけど。多分かよ、寒いよ。おーい、すまん、遅くなった。全員揃っているな。確認するまでもないだろう、4人なんだから。いや、今のは枕言葉みたいなものだ、気にするな。ではまず、今回の事態を引き起こした春田から一言。急に振られても何言っていいか分かんないよ。素直にごめんなさいしとけばいいんだよ。あー、そっか。みんなのおかげで助かりました。ごめんなさい申します。春田は今後一切俺んちのベランダ立ち入り禁止な。本当にごめんよ。まあ当然の処置だな。それはさておき、今回の作戦が隠密裏に無事成功できたのは、ひとえにみんなのチームワークだと思う。特に高須、危険を顧みず愛坂宅に侵入し春田の腕を支えたのは見事な起点だ。お、いやいやいや、そんな立派なもんじゃねえから。うん、確かに不法侵入は立派な犯罪だが、しかし予断を許さない事態だったからな。どう転んでも執行猶予はつくと思うぞ。結局有罪じゃねえか。ともあれ、ミッションの成功と我々のチームワークに乾杯。乾杯。バア。誰だよ、乾杯は一気とか言ったやつは。コーラなんてきついに決まってんじゃん。すまん、俺だ、さすがにきつかったな。ったく、
二度としねえぞ。俺全然平気だけどな。ハルタはやっぱ我々凡人とはどこかが違うと思うな。そうかな、なんか照れるな。照れるとこかよ。あ、そういえばさ、隠密裏って何？は？さっき北村大先生が言ってたじゃん。おう、それは秘密のうちにという意味だ。誰にもバレてないってこと？だったら成功じゃないかも。なんだ、愛坂にでも見つかったのか？それがなぜかアミちゃんがタイガーの家にいてさ、思いっきり見つかっちゃったんだよね。ねえタカちゃん。おお、実はそうなんだ。おお、アミが愛坂の家にか。それは珍しいな。なんか串枝もいたっぽいよ。でもアミちゃんに見つかって大丈夫だったの？ああ、まあなんとか事情は理解してもらえて内緒にしといてくれるとは言ってたんだが。そうか、だったら信用していいと思うぞ。アミはああ見えてそのあたりは義理がたいからな。ただし後で何をゆすられるか分かったもんじゃないが。ああ、早速1週間ばかり学校の自販機で怒らされるんだと。けどまあそれくらい安いもんだよね。よかったな、アルタ。本当によかったよ。ああ、それで思い出した。実は俺超びっくりだったんだけどさ、タカちゃん振られたとか言ってなかった？ない！マジで？タカスが振られただと？誰にだ？いやいや、その件はもういいから。本当によくはないぞ。なぜなら俺が女ならタカスに惚れているからだ。見過ごすことなどできん。おお、爆弾発言。あんまふざけんな。で、ハルタは誰だか知ってるのか？俺からは言えない。直接名前出てこなかったし。そこは知らないだけでいいのに。ああもう。出てこなかったけど誰だかは分かったってことだな。ごめんよタカちゃん、俺余計なこと言っちゃった。ったく、ハルタ、お前学校始まったら1週間自販機でなんかおごりの系な。分かった分かったから、あんまりその目で睨まないでくれよ。俺マジでちびっちゃうよ。北村、のと、こうなったらちゃんと話すけど、もう夜も遅いからあんま騒がないで聞いてくれ。分かった。もちろん。俺がその振られた相手ってのは。なんだって？いつからだ？本気か？クシエダだったのか？本当に本当に本当にクシエダなんだ！うるせえ！お前ら騒ぐなっつっただろうが！すまん、さすがに取り乱しすぎた。ごめんよ、タカス。あまりに意外な線ついてきたからさ。いや、冷静に考えるとそうでもない。あれ、お前ら少しはハルタを見習えよ。そこまで取り乱したりしなかったぞ。いやほら、俺ってば橋かけてたじゃん。だからあんま騒ぐ余裕なかったんだよね。あ、その分今から騒いでもいい？騒ぐな。しかしこれはいよいよ妙だぞ。タカスが振られるなんてありえないと思わないか？だよね。他に好きな奴がいるならまだしも、串枝にそんなのいなさそうだしさ。いないよね。多分だけどあれはいないよ。ハルタ、さっき串枝も愛坂の家にいるらしいと言ってたな。言ったよ。多分だけどあれはいるっぽいよ。待て、何する気だ北村。諸君、ここは真相を究明すべきだとは思わないか？ああ、いいね。俺も知りたい。どうすんの？呼び出して吊るし上げちゃう？生ぬるいな。いっそのこと、今から愛坂家に乗り込むか。おお、討ち入り？熱いね。乗った！
俺も俺も。待て待て待て、お前らやっぱどうかしてるぞ。落ち着け。つうか俺の話も聞いてくれ。おお、そうだな。何よりもまずは当事者の意思が重要だ。高須、どう櫛枝に仇を打つ。仇討ちってなんだよ。つうかその前に振られたって言ったってあんまりそういう気持ちになれねえんだよ。どういうこと？うまく説明できないけど、思い出してそれはそれで衝撃的だったんだが、事実として淡々とあるだけで気持ちが追いつかねえって感じなんだ。だから正直櫛枝をその好きかどうかって言われると自分でも分かんねえつうか。だから頼むからあんま先走らないでくれ。そうか、ならば今夜はここまでにしておくべきか。頼む、そうしてくれ。だが高須、これだけは言っておくが、俺はやっぱり納得できないんだ。それはここにいるみんなが同じ考えだと思う。うん、そうだよ。なんでタカちゃんがそんなことになるんだよ。だから俺たちに協力できることは何でも言ってくれ。お前のためなら大抵のことはやってのけるぞ俺たちは。な。ああもちろんだよ。うんうん、お前ら分かった、ありがとな。本当に本当にみんなしてアホで暑苦しくて他にいねえよお前らみたいな親友は。お、いかん、いろいろありすぎてインコちゃんの寝自宅をすっかり忘れてたぞ。もうこんな時間だってのに。ごめんよインコちゃん、もうお眠だよな。なんだ、どうして無視するんだインコちゃん。みんなと騒いでたからほっとかれたとでも思ってるのか。うん、あ、まさか水炊きの鳥団子。そうなのかインコちゃん。腹減った。なんだ、夜の餌ならもう食ったはずだぞ。それともあれか、夜食が欲しいとでも言うのか。夜食仕方ねえな、今日だけだぞ。そんなんじゃメタボ一直線だって。鳥にもメタボってあんのかな。あれ、インコちゃん用の小松菜まだあったはずなのに。そういや春田のやつが鍋に全部ぶち込みやがったんだった。春菊の代わりとか言って。これじゃ朝の餌もねえぞ。あったく春田のやつめ。あ、あ、何出かけるの。おお、インコちゃんの餌が切れちまってな。そっちこそどうした、こんな夜中に。散歩か。うるさい、これでも食らえ。お、なんだ、俺のマフラーじゃねえか。わざわざ返しに来てくれたのか。まだ明かりついてたから行き違いにならなくてよかったわよ。乾いたし使おうと思って。一応お礼を言っておくわ、ちゃんと元に戻ったし。おう、よかったじゃねえかって。俺のか。ちっ。なあタイガ、どうしたんだ、なんでそんなイライラしてんだよ。うるさい、全部リュウジのせいだ。何もかもうまくいかない。俺のせいかよ。そうよ。そうか、櫛枝と大喧嘩してたもんな。なんて言えるわけねえか。っていうのはちょっと言い過ぎたかもしんないけど、ううん、やっぱ半分くらいはリュウジのせいだ。なあタイガ、俺ちゃんと蹴りつけるからさ。何よ。何にって、ま、いろいろだ。何それ、意味わかんない。まあ
どっちにしろ明日だ明日。お前は明日はうちにいるのか。予定は未定。わかった。じゃあもう帰って寝ろ。おやすみ。あんたこそあんまうろうろしてると通報されるわよ。